藤原清平は、平安時代後期の武将で、欧州藤原氏初代当主。道の九国渡り軍の豪族、藤原常清と道の九国奥六軍を治めた、不州長、安倍頼時の娘の床一の末梅の間の、嫡男として生まれる、陽名府将。なお、藤原常清は、藤原北家の藤原秀里の子孫とされており、1047年の後位以上の、 藤原氏興明を記した造交福時期に、常清六億と名前が見えていることから、当時藤原氏の一族の系緯に連なるものと、中央の藤原氏からも認められていたようである。父、常清は、前9年の役で、源のよ地下に反旗を翻し安倍氏に味方したが、栗谷川の戦いで敗れた安倍氏と最後を共にした。この時清平は7歳であった。 敵将の着難であったので本来は処刑される、運命にあったが、母が、安倍氏を滅ぼした敵将である、清原武則の長男、清原武貞に再下することになって危うく、難を逃れ、連れ子の清平も、清原武貞の養子となった。清原家には、清平の他に、武貞の着子で清平とは、血のつながらない異経の信仰、竹貞と清平の母の間に生まれた。 伊い不の家平がいた上に、吉彦秀武が、清原武則のいとこにして娘婿であるなど複雑な血縁関係で結ばれた一族が存在しており、ややもすると、血族の間で内紛が起こりやすい状態にあった。栄誉三年に、秀武が、真皇に背くと、清平、家平は秀武に同調して、真皇が、秀武討伐に、出羽に向かった隙に、真皇の本拠を攻撃した。 だが、むつ守であった、源義家が、魔公を支援して、清平、家平を攻めたため、清平、家平は大敗して逃走し、義家に降伏した。ところが、出羽に向かった魔公が直後に急死したため、清平、家平は、義家の裁定で、清原氏の所領を分割相続することになる。家平は、この裁定に不満を持ち、 王徳三年に清平の屋敷を襲撃し、再始建族を皆殺しにした。難を逃れた清平は吉家に助力を求め、清平は吉家や難を逃れた、同母帝の勝った京本と共に、家平を討ち取った。後三年の役は清原氏の死闘とされ、何の恩賞もなく、清平にも、官位の賞与もなかったが、一族最後の残存者として、奥六軍を領する、勢力者となった。 時に、漢字元年清平三十二歳のことである。その後ジップの姓である藤原に服し、欧州藤原氏の祖となった。清平は、本拠地を江差郡という他官に構え勢力の拡大を図る。一方、漢字五年に、関白、藤原諸実に組めするなど京都の藤原氏と抗議を深め、また、柴田軍の大鉱山神社。 勝田軍勝田霊神社の連愚金を代納するなど、王宇の統治者としての地位を築いた。一方で、漢字6年6月の陸守る、藤原元家の海軍では、清平に、合戦の桑立ての権威がかけられた。また、翌漢字7年には、清平の勢力圏である、出羽国において、平市名及び、平氏府市らが、出羽国府の秋田城を襲撃する反乱が発生した。 反乱自体は、漢字八年に、六つ守る、源義綱によって鎮圧されたが、清平の関わりについては明らかではない。なお、清平は、この前後に、道の区の横領主となったと推定されているとする、見解もある。過方年中頃には、岩井軍平泉に共移し、政治文化の中心都市の建設に着手。1108年には、中村造営を開始して、 壮大な中世都市平泉の原型を作り、欧州藤原氏四代百年の映画の基礎を築いた。また、宋からは、一切鏡の輸入も行うなど、北方貿易にも着手した。金銀螺電を散りばめた、金色堂の落景の翌年、当時としては長命の73歳で没した。ちなみに、中村寺供養願文として知られる文書では、自らも、当位の州、演習。 不臭の上等と表現している。金色堂に収められた、清平の意外を調査した結果、血液型は AB 型であり、早村の安平まで四大直径で矛盾はないとされる。清平の顔は、頬骨のひいでた比較的短い顔で、鼻筋が通っている。身長は159センチメートル、手の形は小さくキャシャ。獅子の筋はよく発達している。体型は痩せ型。 レントゲン検査によると、左半身に顕著な骨萎縮が見られ、脳出血、脳生息、脳腫瘍などによる半身不遂であったと見られる。発症時期は、解放が見込めなくなった頃に妻が筆者脳鏡を行った1117年から1119年頃では、ないかと推測されている。没年齢は、歯の状態から70歳以上と見られ、資料の没年齢と矛盾はないとされる。 清平の妻として、北方、兵士が資料によく現れる。北方、兵士は精細であるとされている。しかし、羊に関しては明らかではなく、父、常清の母方である、平国明の縁者、越後上司、海道、兵士岩岸、日立大上司、都の兵士の誰かなど小説があるが、どれも決め手には欠ける。今詞金銀あざ交書一冊鏡ピン鏡巻十二、 の奥書きから、幻影2年当時、清平には六男三女の子供が、いたとみられる。なお、中浮に見える、平営、清平、平清平を清平のこととし、漢字講和年間に、妻のせいである、平を名乗り在京し、任官していたとする説がある。ありがとうございます。